かつてあった木造駅舎池尻駅は福岡県田川郡川崎町大和池尻にある九州旅客鉄道北彦山線の駅である。島式ホーム一面二線を有し列車交換が可能な地上駅で無人駅、構内踏切で連絡している。古くからの木造駅舎があり、出刷口や窓などは全て板打ちされ、駅舎もやや荒れていたが2008年に取り壊され、 上屋付きのベンチが新築された。一線スルー化されているが、2018年3月時点のダイヤでは方向別にホームを使い分けている。以前は周囲にあった炭鉱への引き込み線が何本か存在した。その名残で、構内は中間駅にしては広い。川崎町の北部に位置する。駅の西側を県道95号線が北彦山線に並行する形で通る。 周囲は民家が多く、小さいがまとまった集落を形成している。県道95号線上の西鉄バス地区方、東洋団地入口バス停がもより、川崎町中心部、田川市、添田町方面に運行している。ABCDEFGH、週刊 JR 全駅、全車両基地第07号、朝日新聞出版、2012年9月23日、 26ページ、鉄輪、P57、鉄輪、P65、鉄輪、P181、九州の鉄道百年記念史鉄輪のとどろき九州、鉄道百年祭実行委員会、百年史編纂部会、九州旅客鉄道、1988年、初版、ありがとうございます。